こんにちは、エイミーです。今日はデニムを使った春のコーディネートをご紹介していきたいと思います。まずはこちらのコーデ、デニムオンデニムに挑戦しました。デニムジャケットの大きなパフスリーブと普通のストレートデニムとの組み合わせにしました。パフスリーブにボリュームがあるので、ボトムのパンツはストンとした細身のシルエットのものを選びました。デニムの色もあえて上下でずらしております。このデニムジャケットはホリデイというブランドのものです。肩がパフスリーブになっていてすごく個性的ですよね。ホリデイのデニムジャケットは今年の1月末頃6ビューティー&ユースで購入したんですが、入荷して1週間ほどで完売してしまうぐらい人気のアイテムだったそうです。私はお店で最後の一着をゲットすることができました。こちらのストレートジーンズ、形がすっごく綺麗ですよね。よくどこのデニムですかって聞かれるんですけど、実は GU のものなんです。2年ぐらい前に購入したハイウエストストレートジーンズっていう商品名なんですが、こちらは一時期インスタでものすごく話題になったあの神デニムと呼ばれたジーンズです。こちら少し前に撮影したものなので、ウールのタートルネックと合わせているんですが、もうかなり暖かくなってきたので綿や涼しい素材のものと合わせるとぐっと春らしくなります。こちらは色に一目惚れして買ったオーラリーのキャミソールワンピースを主役にしたコーデです。デニムは下からチラ見せする感じなので脇役にしています。パッと明るいレンガ色のオレンジ、もう何か吸い込まれるような魅力がありました。オーラリーというブランドは特に素材、生地に力を入れているブランドなんです。こちらのキャミソールワンピは麻を使っているので一見カジュアルに見えるんじゃないかと思うんですが、実は結構綺麗な光沢が出ておりまして、いい意味で麻には見えないですね。麻の清涼感は残しつつも見た目は光沢があって高級感が出ている、そういった生地になります。このオーラリーっていうブランドは実は生地作りから自社で行っていて、それゆえに生地へのこだわりがもうズバ抜けております。デニムは先ほどと同じ GU のデニムです。ブーツはマルジェラの旅ブーツ、春コーデですのでここはブーツでなくてもバレーシューズとかで良かったかなと思うんですが、横から見た時のヒールの美しさがいい感じですね。こちらはロックというブランドのオーバーサイズシャツをメインにしたコーデです。デニムは先ほど登場した GU のデニムです。靴は旅ブーツにしてちょっとかっこよくしてみました。バッグはコムデギャルソンのシンプルなショルダーバッグです。こちらのシャツのブランド、ロックというブランドなんですが、もともとフィービーファイロ時代のセリーヌの下で働いていた韓国人のデザイナーさんが立ち上げた比較的新しいブランドになります。アシンメトリーなデザインで、よく見ると右脇とか後ろ、袖、前身頃に数箇所のボタン開きのところがあります。いろいろと自分で開く位置を変えてみたり、かなりいろいろな着こなし方ができるマルチウェイのシャツとなっております。
本当にかっこいいデザインなので、もう一目惚れしてしまいました。かなり大きめ、ビッグシルエットになっているので、男性でも着れそうなサイズ感となっております。こちらはホリデーのパフスリーブデニムジャケットに、アストラットというブランドのサテンのコモンガラスカートを合わせて、差し色にオレンジのコンバース、こちら韓国で買ったチャックテイラーですね、これを持ってきました。デニムジャケットにかなりボリュームがあるので、ストーンとシルエットがすっきりしているスカートとの相性がいいかと思います。柄物との相性もいいですね。このアストラットのスカートは 2,3 年前に購入しました。後ろの方が前より少し丈が長くなっております。オレンジのチャックテイラーなんですが、これは日本では購入できないモデルなんですが、今年の春にメイドインジャパンのコンバースで同じようなオレンジ色が出ておりましたので、気になる方はぜひチェックしてみてください。こちらは全体的にかっこいい系のコーデにしてみました。ホリデーのデニムジャケットとユニクロのスキニー、さらにユニクロ U 今季のエアリズムコットンオーバーサイズティーですね、これを合わせてみました。この T シャツはメンズのもので M サイズを着ています。内側にエアリズムが使われている、サラサラとした着心地で大人気の T シャツでしたね。スニーカーはサカイとナイキのコラボ商品です。デニムジャケットとスニーカー、そしてバッグが主役になりますので、他のアイテムはシンプルにしました。せっかくボリューム袖が可愛らしいジャケットですので、ここを活かしてあげることで全体にメリハリをつけました。最後のコーディネートはこちらです。こちらは MM6 メゾンマルジェラのデニムスカートを主役にしたコーディネートです。ニットはユニクロ U2020SS の今季ですね、こちらのリブモックネックセーターです。前にも動画で紹介しましたね。サンダルはバレンシアガのスタッツサンダルです。このスカートを主役にしたかったので、他のものをシンプルにまとめました。サンダルも結構主役級アイテムなのですが、スタッツの金属のキラキラ感がアクセサリーと同じような役割をしてくれているので、相性はいいかなと思います。このスカートはフリルの部分にデニムパンツのフロントについているようなボタンがついているので、ここを閉めたり開けたり自由に着ることが可能です。女性らしいスカートの中にもマルジェラらしい遊び心が入っているのがお気に入りポイントですね。というわけで本日は以上になります。この動画が参考になったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。